はい、どうも皆さんこんにちは、翔平 TV です。本日は皆さんにバットの紹介をしたいんですけども、はい、こちらハイゴールドさんのバットですね。こちら91センチの 690g となっております。でこちら見た感じノックバットだと思うんですけども、こちらノックバットと同じ形状になってまして、ヘッドを効かすためのロングティー用のバットとなってまして、ヘッドを効きやすくさせるための練習用バットです。でこちらは硬式軟式ソフトボール、どれでも実打可能ということで、ロングティーをやってみたいと思います。でこちらの竹なんですよ、実は竹のバット で竹って自分真ん中こう空いてるってイメージで、これどうやって作ってるのかなと思って、自分はもう高校時代から竹を硬式で打ってたんですけど、どうやって作ってるか知らなくて、まあ、竹のこの外側の部分を四角く切って、それをくっつけて大きくした状態から削って、こういう風にね、なってきます。見ればわかるんですけど、こういう風にはくっついてるんですよね、いろんな角度からこう筋があると思うんですけど、これを全部くっつけた状態で削ってバットの形状にしてるっていう竹のバット、僕はこれを初めて知りました。はい、でこれを今回使って打っていきたいと思います。それではやっていきます。よし、お願いします。バットでいつもの振りでいくとこの辺に当たります。なんか感覚がもう全然違うんだよ。そうですね、ここで打とうとすればちょうどこの辺に当たる感じです、はい、ここで打とうとするとこの辺に当たるんで、はい、というわけで今回こちらのバットを打ってまいりました。こちらマジで長いです。91センチあるんで、やっぱ普通のバットと同じスイングでいくと根っこの方に当たってしまって、うまく打てなかったです。で意識的にしっかり内から出すイメージでいくと、ちょうどこの芯の方で当たるので飛んできました。でまあ意識的にやっぱりこう、なんていうんですかね、バットが長いので内からを意識して打てばちょうどいいところで当たるんですけども、普段通り あのバットの長さの感覚で振るとやっぱりこの根っこの方で打っちゃうんで、当たりがちょっと悪かったですね。あとこのバットがやっぱノックバット用バットなんで細いんですよ。細いのでしっかり当てないとちゃんとミートしません、本当に。はい、こちらの目的としては高校生の冬トレのロングティー練習ということで、そこで使えればいいかなというふうに思いました。高校野球やってる皆さん、ぜひとも使ってみていかがでしょうか。こちらのバット詳細に関しては僕の方に連絡をもらえればメーカーにこう連絡できるので、ぜひとも気になった方はコメントもらえればと思います。では本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、いいねお願いします。それではお願いします。見上げた空が滲んで色を失くしてしまいそう、抑えてた溢れ出してく泣いた太陽そばにいるか比べることに意味なんてない、思い描く君らしいストーリー Only one your time of life、 曇り顔を青空に変え君の笑顔が太陽なんだ、 Change for the better day tomorrow、yeah.
困らず君あげ思う今の自分胸張れるかな。いつから見えなくなった。隠したのは大人の僕ら。綺麗な月夜雲はまるで自分の迷い。弱気の風に吹かれ震える足で踏み出すか。心の悪魔と天使勝つのはどっちだ。いつだって道を切り開くのは描く夢の自信と勇気。止まっていても時は散りゆく。We'll be into moving now。 自分で勝ちとそれこそが未来選ぶその